春の日を受け、黄色く輝く菜の花。四万十市新田柳林では、四万十川沿いの2キロにわたって1000万本が見ごろを迎えています。やっぱ菜の花っていいですかね。いいです。春の訪れみたいな感じですからね。毎年来てます。どうですか今年の菜の花は。いや、もう綺麗に咲いてとってもいいと思います。おととい菜の花祭りが始まり、地元の食材を使ったグルメなどおよそ15店舗が並び、多くの人でにぎわいました。また会場では毎年恒例の観光開きも行われました。よいしょよいしょよいしょ。四万十市によりますと、おととし1年間の市内の観光客数はおよそ99万5700人と、コロナ前と比べると20万人ほど減少。しかし去年は大規模な外出自粛要請がなかったこともあり、宿泊客の数などは回復しているとみられています。四万十市新田の菜の花祭りは来月12日まで行われます。また毎週土日には地元の食材を販売するイベントも開かれます。